アイテム番号 SCP-432JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-432JP は物理的に収容する方法はないため、周辺地域及び情報を遮断する封じ込め処置が行われます。対象となる建造物群の周囲200メートルを完全に封鎖。警備員を配置し許可を受けた人間以外誰も侵入しないようにしてください。警備員は2人組で行動することを義務とします。万が一侵入があった場合には即座に侵入者を拘束し B クラス記憶処置を行ってください。週に一度、3名以上の B クラス職員に命綱をつけた上で対象建造物周囲を歩かせ、影響を確認してください。もし影響を確認できなかった場合、即座にセキュリティプロトコル A432P34 が実施されます。説明、SCP-432JP は高層建造物に対して発現する異常現象です。現象の発現に関して兆候や目視での異常性は見当たらず、発見を困難なものとしています。SCP-432JP が活性化している建物の100メートル以内に近づいた特定の人物は自発的に建造物の屋上へと移動します。対象者はその際、うつ状態に陥るか激しく混乱するなど情緒が不安定な状態に陥ります。通常であれば扉等は施錠されているのが一般的ですが、SCP-432JP が活性化している場合は対象者は障害なく屋上までたどり着くことができます。屋上へ到達した対象者はその後、ビルの周辺から飛び降り死体として発見されます。財団による実地調査では屋上への到達から飛び降りに至るまでのプロセスは不明のままであり、墜落死を止める手段は現在のところわかっておりません。同一の建造物で5人の被害者が出ると SCP-432JP は移動を行います。移動は条件に見合った最も近くの建物を選ぶ傾向にあり、現段階では同じ建物には戻らないものと思われます。SCP の影響を受けた人物は屋上へ到達する前に取り押さえ、建物から十分引き離すことによって影響から逃れられることが分かっており、B クラス職員を用いた収容状況の確認に利用されています。SCP-432JP は現在位置においてすでに4名の死者を出しており、これ以上の犠牲者は対象の移動を促す可能性があり、移動が行われた際の発見の難しさなどから実験は禁止されています。実験や検証が困難であるため、SCP-432JP の研究は進んでおらず、不明瞭な部分が多く残されています。実験記録432、日付1900、年、月、日。対象、SCP-432JP、実施方法、抗うつ剤を投与した B クラス職員1名に GPS 装置、ビデオカメラを装着し SCP-432JP の効果範囲内に配置、建造物には防護ネットをつけ、周辺建造物から望遠鏡を用いて観測。記録開始。HQ、聞こえますか ?B-263、状態を教えてください。B-263、聞こえてるよ。頭が痛い。どうせ俺は死ぬんだろ?こんなこと、一体何になるんだ?ああ、わかってるよ。登るよ。登るさ、B。263はうつ状態を強め、ゆっくりとした足取りで階段を上がる。HQ 何か変わったことはありませんか ?B263。頭が痛いってさっきから言ってるだろ。何段あるんだよこの階段は。そろそろ屋上に着くぞ。扉が、開いてる。HQ、そのまま扉を開けて、西側に向かって手を振ってください。ここで映像が途切れ、音声にノイズが走る。HQ。B-263、映像が切れている。何かあったのか、応答してください。263。B-263、ここはどこだ?俺は屋上へ出たはずだぞ。目がおかしくなった。全部白黒に見える。ここはどこだ ?HQ、B-263、どこにいるんです?こちらからは視認できない。クソ、GPS もアウトした。B-263。下に戻れ。B-263、戻れない。もうダメだ。
ここは屋上なんかじゃない。 HQ エージェントアルファ1大至急 D263 を確保しろ。おい、しっかりしろ。263、何がどうなってる？お前は一体どこにいるんだ？はい、263、あのよさ。この通信の後、鈍い落下音が確認され、はい、263の墜落死体が発見されました。防護用に敷設したネットに異常はなく、カメラにも落下する姿は捉えることができませんでした。直後に突入したエージェントには異常な現象は見られず、何らかの選択によって被害者が選ばれていると思われます。現在のところ、SCP-432JP によるものと思われる死亡者には共通点は見つかっておりません。SCP-432JP は、県の集合団地において発見されました。5棟からなる団地の3棟において連続で自殺事件が発生したことから呪われた団地との噂が立ち、財団による調査対象となりました。その後の調査と追跡により現在の封じ込め方法を確立、SCP はユークリッドと判定され、団地を運営していた企業は財団フロント企業により買収。団地地下に巨大な断層が発見されたとのカバーストーリーを用いて全住民の退去が行われました。お気に入り登録をお願いしますですんですん。